さあ、それでは続きをやっていこうと思います。今回こちらのページですね、こちらをやっていこうかなと思います。まあ、組んでからやろうと思う、塗装をしようと思うので、こちらですね。まあ、順番順番やっていきますね。まずはこちらのエッチングパーツ。まあちょっとこれ悩んでるんですよね、未だに。まだどうやって曲げようかしらと。これ曲げろっつって言ってね、指示があるんで曲げたいんですけど、こんなんどうやって曲げればいいんだろうか。まあ、これでじわじわとやっていくしかないのかな。一気に曲げると可変な形がついてしまいそうなので、こうやってこうやってさ、隅っこから、うわそれでも曲がんねえなんてこと。こうなんか綺麗にこれ曲げる方法ねえのかな。すいませんね、今日もちょっとね、私ペンキを塗ってたので手が汚いです。これとこれでやっていくか。折り目がついちゃえば結構楽にいけるんだけど、こうやってクッてクッてクッて曲がんねえよこれ、全然曲がんない。これどうやって曲げる？教えて教えてって、もう今すでにやってるから今の今って感じになっちゃう。これどうやって曲げんの、こんな細いもの。これ曲げなくていい？そういうわけにもいかんか。これどうやって曲げる？本当にどうやって曲げるの？誰か教えてください。こうやって持って、ああこれこいつのコイルがやっぱりやぐいな、やぐい。ああそう、やぐいって言葉も方言なんだよね。ほっつってこう綺麗に、こんなもんどうやって曲げんだよこれ。これどうやって曲げんの、これ曲がる？こうなんか爪でこんな風にやってたらなんかピンポイントでそこだけ曲がってしまいそうで、やっぱこれか。いやどうだな、こんなもんに動画撮られてしまって、よいしょ、時間をね、クイクイってこうやってやっていけば、まあそれは多少は曲がっていくけどさ。いや全然曲がってね、いや気持ち曲がったか、気持ち曲がった。どうやって曲げるの本当。いやー誰かちょっとこう、あ、なんか今痛い指が今痛い指が痛い。ちょっと今なんか動いた気がする。こうやってやるか、こうやってこうやって、うわ変な跡ついた。いやこれやらん方が良かったかな、もう曲げずに頑張った方がいいのかな。こういうのってみんなどうやってやってんだろう、知らねえよやり方こんなの。いやーベンダーが、ベンダーじゃねえや、ブレーキが欲しい。こんな細く、ま、細いものを曲げるブレーキなんか会社にねえからな。いやこれやらん方が良かったかな、なんか金属に変な跡がついてきちゃった。そうだな、普通だったらせめてこうやってなんか部分的に曲げていくよな。うわーこれやらん方が良かったかな、曲げない方がいいのかな。ふん、え指いた。あうーんだけどこんな途中か、こんなとこなんか曲がらねえしな。硬っ、めちゃ硬いし、やっぱりこんなんどうやって曲げてんのみんな。これ曲げ方を教えて、なんかそういう専用のやつがあるんですよっつって。だけどこれだけのためにな、それを買うのもな。こんなんどうやって曲げんだよ。一生懸命やってるけどさ、あ晴れた、晴れた、晴れたじゃない、外れた。こうやって地道にやっていくしかないか。指痛い、指にペンキがついてる。指痛い。こんな感じ、変な感じになった。曲がるには曲がってんだよ一応ね。
やべ、こんなもん動画にすんなって感じだな。だけど気になるよね、こういうのってさ、曲げれないからうまく、どうやって曲げたんだろうって。今の鍋さんと同じ状態だわ。そんな便利な道具持ってないし、唯一持ってるこのベンダーぐらいしか。買った、ほんと買った。これ多分きっとさ、見てる人からすると、鍋さんそれやり方違うって言うんだろうな。あは、外れた。あは、もうストレスでしかない。いや、カチカチ。これハンマーで叩いたらダメだよね。コンコンコンっつってさ。いいこと思いついちゃった。けどそんな便利なものがない。作らないとない。そう。なんてこと。買った。ほんと買った。これやっぱりね、実写もこんな感じになってんだ。だからこれはやった方がいいんだ。つけた方が。地道すぎる。しかもなんかよりオレになってきた。いや、これやめた方がいいような感じだな。ここだけちょっと心折れようかな。みんなどうやってやってんだろう、これ。絶対これ俺間違ってる、やり方的に。そんな気がしてしょうがない。一応なんか地道にこうやって今やってるけど、曲がってきてる。しかもなんかすごくいい感じに曲がってきてる。やっぱりちょっと曲がり癖がちょっとでもついたせいか、あれだな、しっかり簡単に曲がっていくようになったな。やっぱこの地道な作業なのかな。まあプラモデルなんて基本的に地道な作業が多いんで。今日さ、特に仕事でさ、ブレーキ使ってたわけですよ。 いわゆるああいう機械で曲げるやつね、あれを。余計にあんなんでやればもう秒で終わるのに。ね、困っちゃうね。そんなもんない。なんかそれを再現するような感じのジグを作ればいいんだけどね。そんな、そのジグを作る図面は頭に浮かぶんだけど、作るところが、会社まで行かないとない。できた。曲がった。波打っちゃったよ、これ。波打っちゃったけど、このまま綺麗につければ、これほんであとこうやって癖ちょっと直していけばいいのか、こうやって。癖をうまく。この癖を直すのがまた難しい。今日これで終わっちまいそうだぜ。やば。ね、すごい、もうひねっちゃって、こっち側にこうひねり癖をこう今度こうつけていってあげれば。加熱するのも手だったのかもしんないな。どうせ色塗っちゃうからさ、焼き色がついたところでっていうところはある。意外とさ、こういうね、金属の歪みを取るのって好きなんだ、結構個人的にね。なんかこう、それは完璧には治んないけど、結構ね、そこそこ、なんか、ああ、まあ、うん、いいんじゃねっていうぐらいまでには治すの好きなんだ。今日ちょっとね、そういうのもやってたんだ。仕事でね。だから余計に、こういうのは嫌いじゃない。この辺をこう曲げれば多分こう良くなるんじゃないかなとかさ、考えながらさ。なんか意外と様になってきちゃったよ、ほら。
なんかさ、あんまり動画でこういうことやるとさ、プラモデルを作るのって難しいって思われても嫌だしね。いや、簡単なんですよ、プラモデル作るなんて。っていうのが、私の動画の目的というか、ね、誰でもできるものですよ、そんな特別なもんじゃないですよ、つって。じゃあお前難しいとか言うなって言われそうだけど。そうっすね、すいません。誰かこうハンドパワー使える人いない？今ってもうハンドパワーって言っても通じないんだろうね、若い子にはね。悲しいわ。ほら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 、ちょっとずつ直ってきた。ちょっとずつ、ちょっとずつ。これで、これをこう見たときに、これじゃないですね、これのどっちかだね。あれ、これ、これじゃないのか、俺。あ、これだ、こっちだ。これのここを落としたから、こうじゃない、こう見て、こっちか、ここを落としたんだ俺。だからこれをここにこういう向きにこうつけるよと、こういう感じ で、これが綺麗につけれるようにこの金属を曲げてあげればいい。今こうやって見ると浮いてきてる。ダメだね、全然ダメだね。ここでこうピチッとこうつけて、こう見るとここが浮いてる、浮いてるところを直す。お、ね、また派手にペンキついてるでしょ。ごめんなさいね、ちょっと見苦しくてね。あの、汚いもんじゃないんで、ただのペンキなんで。こう見て、こう向き、こう向きのこうつける。これが一直線になるようにここにこうつける。あー、なんかつけれないこともないね、こうやって見てると。ちょうど今折り目がついてるから、折り目のところに狙ってこうやってつければいいんだ。こう、こんな感じ、こんな感じ。あー、いい感じじゃん、いいね。これで一回つけてみよっか。どうせまだこの状態だったらね、直そうと思えば直せるし。な、あ、いいじゃん。いいじゃん。ほら。悪くないじゃん。いいじゃん。いいじゃん。よし。もう暗示をかけてるようだわ。でもちょっとひねってるな。気になるな。この辺からこうちょっとこう戻す。この辺からこう戻す。ちょっとここ、やべえ、マジで今日これで終わっちゃう。終わったらごめんなさい。どこでどうひねればどう動くかっていうのを考えながら。お、ほら、結構まっすぐになった。ほら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 、すごくない？で、特にエッジの方がやっぱりこう接着した時に、なんだろう、浮きやすいから、そこを特に気をつけながら。ああ、ほら、いいじゃん、これで。ちょっとこう、外が少し行っちゃってるぐらいの方が多分いい。で、これを、こういうふうにつけてあげれば、こう。ああ、いい。いいと思う。で、これを接着剤でつけるよと。で、この時点でもう、挟むものを準備しておこう。一回予行演習というかね、予定をこう考えて、今ここのこのギリギリでこう掴めるっていうことが分かるから、これをここと、これ今、これまだ現行で 100均で売ってるんでね、これとこれをこう、こういうふうに挟んであげれば、で、こうやって立てておけば、これで乾燥させてあげればいい、ね。で、今回使うのこちらにしようかなと思います。
弾性接着剤っていう風な感じなんですよ。これ見てもらうと分かると思うんですけど、やっぱりこう作業する上で瞬間接着剤の方が作業効率はいいんですけど、衝撃にあまりにも弱すぎるっていうのがあるんで、ああでもどうしよっかな。でも拭き取れないっていうのもきついからな。どっちがいいと思う？今効くなって感じだよね。瞬着にする？瞬着の方が効率はいいよ。瞬着にするか。こうやってやってここにこの状態で瞬着をこうつくようにしてあげればいい。でつけた後はみ出したりなんかしたらペーパーで磨くなりして綺麗にしてあげればきっといいはず。今こう見てこう、ああこのポイントいいね、このポイントだね。よしこれでいこうか。よしよし、やっぱり瞬着でいきます。いつもの瞬着でいこうか。イージーサンディングする？イージーサンディングの方がはみ出した時に取りやすいかね。多分きっとそうだよ、きっとそうだよ。研ぎ出しをしないからこっちでいいか。研ぎ出しするっていう風になると逆にこいつはきついかも。てか全然出てこない。なんで固まっちゃった的なやつか。手間のかかるやつだぜ。結構ね、あのパーツ、ディテールアップパーツっていうのは割と瞬間接着剤でつけろよって、エッチングパーツはねっていう指示が基本多いので、あ垂れてきた。こうして、あもうさっきギュッと押したから、あと今多分手があったかいから、今日あったかいからね、季節的に、季節の割に。あ塗りすぎ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 だって、これ絶対夢中ってなるって。まあいいや、なったらなったで、でこうしてこれのつける方を間違えないようにこう見てのこっち側をこうつける。こんな感じ。すごくうまくいってない。うわ激ムズ。ふーってやって瞬間接着剤は湿気で固まるので、もういい、指で押さえたろ、もう指で押さえながらこうだ。うわこれむずっ。ものをリアルに見せるのは大変ですわね。うおっと、あほら指くっついた。もういいわ、適当にやって後で綺麗に整形しよう。なんか仮付けみたいなのもできるといいんだけどね、こういうので。できないんだよね。できた。あ、なんか思いのほかうまくいった。真ん中も押さえたいけど、これ2つしか持ってない気がする。真ん中も押さえたい。
3つあったらよかったな。この前さ100均行ったからさ買おうか悩んだんだよね。これもう販売してないやつ、これでこうやってやっとけばこれでもうちゃんとくっついてる。 OK、 いいんじゃない。でこの状態であれをやる、硬化促進スプレー。ちょっとこれチュッとやってきますね。ここでやるとはプラ素材がいっぱいあるんで。どうかな、こうやって見てて今色が変わりつつ、黄色だから分かりづらいんだよな。これで外してもいいかな。ああまだちょっとムニュってしてる。そう、焦るなって、急ぐことはない、急ぐことはない。うわー、なんとかついできたね。ちょっと曲がってるよ、ちゃんと。偉いね、よう曲げたね。ねえ、さすが鍋さんだね。さすが鍋さんだね。やっぱちょっとこう特殊な訓練を受けたやつは違うわ。どんな特殊な訓練、もっとうまくできるわっつってね。でこれがちゃんと固まったら綺麗に仕上げてあげちゃおう。これほんとどうやってやってんだろう。しまったら制作会近いからみんな聞きゃよかったな。アホだね、ここまでやっといて。できたよ。でこっち側もちょっと今やってきますね。これチュッてね。多分これとってもう見て、この見た目の悪さ、これをだから後で綺麗に仕上げよう。うん、そうしよう。そうすればきっと大丈夫。冷た、なんかぬるってる。これ後で綺麗にしよう。よし、できたよ。できました。なんとか難関一つクリアしました。まあ自分の中で結構最大の難関だったんだけどね、と言いつつも何気にまだ2つここにあるんだけどね。これの方がでもなんかちょっと幅が少し広いからまだなんかいけそうな気がする。これはあれだね、フロントのウィングのところだね。でだからこれは使わないよと。あ、ここで使うんだ。あと、あーはーはー、泣けるわ。でこちらですねに合体させるんですが、まだちょっとその時ではないよと。今1個とりあえずこれでしょ、これでしょ。これもう1個のウイングは、あれ、うん、もう1個ウイングどっかやっちゃった。多分どっかにあるわ。まあ、探しておきます。よし、ということでこんな感じです。一応ね、まあなんとかできましたので、ちょっとね今日これだけの動画で申し訳ないですけれど、でまあこれねしっかり乾きましたら、もし心配であればサフを1回塗ってから綺麗に成形するとかね。まあ私の場合でしたらここから800番のペーパーとかでこう綺麗に仕上げて、ここの段差とかもうまく復活させるというか、段があった方がそれっぽく見えると思うので、それでいこうかな。で後ろはねただ普通に磨くだけで綺麗になると思うんで、またねこれしっかり乾燥しましたら、ね固定されましたら、動画再開しようかなと思いますんで、またその際ね見ていただけたらと思います。ちょっと今日ねこんな動画で申し訳ないですけれど、続けてやっていこうと思います。だまた。